古着屋のきっかけは地元が大阪でアメリカ村っていうところが実家の近くにあって、そこがもう超雨風の街で、まあ、そこで結構生まれ育ったっていうのもあって、古着は好きであったけど、まず初めに出会った人が古着屋のオーナー でその人に手伝ってくれへんかって言われて、そこでバイトしていくうちに奥深さ知ったというか、古着とライフスタイルがすごいつながっていって、それで独立して始めた。My name is Mami and I don't camouflage. 物を捨てれないっていうか、無駄にできへんから、ちょっと牛乳パックあったら、あ、これバスになるんじゃないかなとか、可愛い包装紙あったらこれでなんか家作ろうとか、そういうことをしていくと愛着もあるし、息子も喜ぶし、地球にもいいし、環境にもいいし、物も無駄にならんし、すっごいでかいウェアハウスでいっぱい服の山があって、もうめちゃめちゃゴミがすごい溢れてる。流行りのものとかすごい寿命短いものってすぐ捨てちゃうけど、それがゴミになるから、それやったらもう本当に自分の好きなデザインのものとか、自分の好きな、ね、古着を選んでもらってずっと着てくれるような風になったらいいなって思ってる。ニューヨーク来て苦労しかしてないかもしらん。もう空き巣入られて強盗されたし、ひったくり 2,3 回あったし、事故もあったし、でこのお店も火事になったし、その分すごい周りの人が助けてくれて、なんか一人で来たからこそ、なんか周りの人たちの関係位置から築き上げて、なんかすごいなんか支えられて生きてるなって感じるし、みんなのことを支えていきたいなって思う。ニューヨークにまず一番初めに引っ越したで住んでたのがまずブロンクスやって、でそっからずっとブルックリンやから、本当にねブラックライブスメーターでみんな黒人さんすっごい優しくて、ちなみにアジア人で8割9割黒人さんの街に住んでたから、こんなことがあったんやっていう知らない事実衝撃受けて、自分にできることはしていきたいなと思ってデモに参加したり、ノージャスティスノーピースみたいな意味合いのマスク作ったり、なんかそういうとこで参加してる。でこの世界中のパンデミックの中、このマスクを一番初めに3月ぐらいから作り始めて、初めはもう口コミだけで、もう店頭では売ってなくて、でお客さんがどん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 ここでマスク売ってるよみたいな感じで、なんかそういうのが生きがいになってきたかな。なんかちゃんと喜んでもらえるから、やっぱアメリカかなって思う。団結力がすごいと思う。なんか自分の意思がちゃんと根底にしっかりあって、自分の道は自分で切り開いていく、それに協力してくれる人がいっぱいいて、ニューヨークはねいろんな人種の人いるし、いろんなカルチャーあるし、いろんな宗教あるし、そういう人たちとやっぱ触れ合うことで人間力が気づけるんじゃないかなって思う。日本はやっぱ人に流されてたし、帰り追われてたけど、やっぱこっちに住むと服もねライフスタイルで決めていくのがかっこいいかなって思うから、エライクやジャケットとかなんかすごい褒められるし嬉しいし、なんかあ自分の好きなものを着ていいんやって思えるのが変わったんかなと思う。前のままじゃダメやなって思う。これからどんどん自分が変わっていかないと、コロナまだあるし、その辺も気をつけて再スタートしようかなと思ってます。2歳の息子がいるんやけど、もう彼の将来のためにここをなんてどう乗り越えようと思って、傍観者じゃあかんなって、ちっちゃい子たちの育つ環境をクリエイトしていかないとあかんかなと思って、それがなんか強く耐えれるきっかけってなったんかも。私がなんか守っていかなみたいな、子供たちの道作っていかなみたいな。